投資はあなたの住む家から。 皆さんこんにちは。不動産エージェントの宮西詩たです。いかがお過ごしでしょうか。えー、本日はですね、えー、オファーについてお話ししていきたいと思います。この動画はですね、えー、不動産、カリフォルニア不動産売買についてはもちろんのことですね、えー、投資の方、それからですね、えー、いろんな不動産に関するですね、えー、有益な情報をお伝えするのが目的となっております。 ですのでまだ登録されてない方はぜひ登録をしてですねカルフォルニアのドリームをゲットしてくださいはい、えー、それではですね早速オファーについてお話ししていきたいと思います、えー、オファーはですね、えー、通常、えー、私たちはですねカルフォルニアリールリルドアソシエーションのですね、えー、アトーニーが 作成いたしましたカルフォルニアレジデンシャルアグリメントというフォームを使うことになっておりますで、えー、こちらの方はですね、えー、いろんなあのすべてのバイヤーさんが大体ですね 交渉するであろううというものが記入されてて、おりましてそこにですねだいたい希望を書いていくことになっているんですが内容としてはですねもちろんオファーのプライスオファーのプライスはキャッシュであるのかそれともローンであるのかっていうところを書いたりですねあとローンであればどんなローンをしているのかということですねそういうのも書きますしダウンペイメントですねダウンペイメントはいくら入れるのか。 それからどのくらいの期間がエスクローが必要なのかそれは20日であったり40日であったり90日であったりそれぞれの方によって違いますのでそこを記入することとなっております。で何をこのオファーの中につけてほしいのかこのプライスの中につけてほしいのかというところですね例えばですね冷蔵庫であったりウォッシャードライヤーだったり入れたりするんですねそういったものを記入することになっております。でその他ですね ホームウォレンティーを購入して欲していとかですねあとセラーさんのディスクロージャーはこういうリポートを出してほしいということですね、えー、通常一般、えー、セラーさんはですねいろんなあのディスクロージャーを出さないといけないんですけれどもその、えー、他にですね何かあるものであれば大体これは 必要だというところをですね前もってオファーの中に入れておくというところですねそれからですねローンのコンテンジェンシーはもちろんですねアプレーザルのコンテンジェンシーの日付ですねそういったところも記入することとなっております で通常、ですね細かい部分ですね気づかれるようなあの細かいところも大体、えー、いいオファーに記記しておくのがベストだというところなんですけれども、まあ、このオファーをですねセラーさんに提出してそこから交渉が始まるというところなんですけれども。 このオファーなんですけれども、えー、実際これをセラーさんに渡す時にですねこの内容はですね、えー、それぞれれぞののですすねマーケットの波によって違うと思われますでどういうことなのかと言いますとですね今みたいにセラーズマーケットの場合はですね、えー、もう本当にすべ、あのー、てのことをですね、えー、なるべく えー、強いオファーにしないとですね競争が激しいのでなるべく強い内容で、えー、記入していくことになるんですけれどもでもマーケットによってもですけれどもセラーさんの、えー、タイミングですねどのくらいの速さでセラーさんが売りたいのか。 それからですね、えー、まあ,あのバイヤーさんもですね、この物件がどれくらい好きなのかによってですね、この記入していく内容がそれぞれ違ってきます。で、えー、オファーの仕方もですね。 どこから始めていいのかっていうのが少しずつ変わってきますですので、えー、そういったところはですね、えー、バイヤーさんのエージェントとじっくり話ししてですね、えー、内容を決めた上でオファーを書くのがベストだと思われますしかしながらですね、えー、一番最初で購入を初めてされる方にとってはですね非常に難しい内容だと思われますですのでまあだいたい一通り、えー、通常のオファーをエージェントさんにですね書いていただいてその内容を説明 一つ一つ説明していただくのが一番最初のやり方ではベストだと思われますなかなかですね全てを知るということは難しいですで、あの一つ一つのオファーですね これもですね私も14年経験しておりますけれども同じ全く同じのオファーというものはありませんそれぞれのタイプの方によってそれぞれの物件によってそれぞれのバイヤーさんによってそれぞれ違います。でマーケットの波でもうほとんど違いますのでベテランのエージェントさんを使ってですね オファーを書くくように心がけてくださいでですね、バイヤーさんのエージェントを使う時にですねバイヤーーさんんのエージェントにかかかかる費用はですね一切かかりませんこれはですね、えー、前にもお伝えしておりますが、えー、セラーさんがですねバイヤーさんのエージェントの分も支払われますので、えー、バイヤーさんは何も心配しなくてですねバイヤーのエージェントを使うことができるのですから、えー、使わないと損です。はい ですのでぜひあの良いエージェントを使ってくださいそれでですね、えー、よく聞かれるのはですね、えー、どのオファーが一番強いのかっていうところなんですけれども、えー、キャッシュバイヤーがですねやはり一番強いんですけれどもでもやはりですね、えー、キャッシュバイヤーもですねこの波によって違います 例えばですね今のようなマーケットであれば、えー、もちろんたくさんキャッシュを持っていらっしゃる方がですねオファーに入ってくると、えー、もちろん一番強いんですけれどもちょっとした普通のマーケットの時であればですねだいたい通常のキャッシュバイヤーさんは、えー セラーさんに対してですねかなりネゴシエーションをされて、えー、これぐらい値切ってもう大丈夫だろうっていう形で来られる方もいらっしゃるんですけれども、えー、セラーさんによってはですねそのマーケットによってはですねあのキャッシュバイヤーの 低い値段を取るよりはしっかりとローンを組める人のいいオファーを取った方がいいって思われる時もありますですのでこれはやはりマーケットによって違いますのでエージェントさんと確認してですねどういうふうにオファーをかけていくのかいいのかというところやはりしっかりお話をされてオファーをしていくのがベストです、えー、このオファーが気に入ったというところでですねそれ以外の話し合いがない限りはですね書類にサインをされるんですけれどもこれがですね何かあの 別の,あのリクワイアメントやえセラさんの希望があるとですね、えー、カウンターオファーというのがやってきますでその内容をまた確認してですねそれならじゃあこういう話になりますっていう形でですね、えー、交渉が 重なっていくんですけれども最終的にですねセラーさんがそれで OK だというところまで行き立つと最終的に全部の書類にですねセラーさんもバイヤーさんもサインしてオファーが完了となります。でオファーが完了になった時点でですねこのオファー自体はですね全ての書類このオファー全ての書類が コントラクトとなっていきますのでこの書類はとても大事な書類となっていきますので、ね、エージェントさんとお話をされてですねこのオファーをかけるのがベストですはいいかがでしたでしょうかオファーはですね、えー、私たちカリフォルニアアソシエーションリルターのアトーニーが作成しております書類を使ってですね交渉していくということなんですけれども、えー、しっかりと内容はあのなっておりますので、えー、簡単にですね、えー いろいろとご相談できるようになっております。で、えー、先ほども言いましたけれども、波によってですね、オファーの仕方も。 工夫していいかないとですね、えー、自分の思う、えー、物件は、えー、なかなか手に入れることもできませんので必ずですね、ベテランのエージェントとご相談してですね、オファーをかけるようにしてください。でそのオファーはですねすべてコントラクトとなっていきますので大切な書類ですのでしっかりとエージェントさんとご相談ください。今日ははここんななととろででです。えー、いかがでしたでしょうか。がししたたょう参考になったと思われる方は是非 高評価ボタンをよろしくお願いしますこれからもですねどしどしいい情報を上げていきたいと思いますのでまだ登録されてない方はぜひ登録をよろしくお願いしますはい、えー、今日はこんなところです最後までご視聴ありがとうございましたそれでは、えー、次の動画でお出会いしましょう